今回ウィリアム・シェイクスピアにしましょうか。シェイクスピア。我々の運命は星が決めるのだね。我々自身の思いが決めるのだと。まあ、これを何でしたかっていうと、まあ、政治家の、ね、安倍さんもそうなんですけど、まあ、選択がないというか <laughs> まあもう星が決め,てる人決められちゃってる人もまあ一部いるよって話で。 逆を言うと自分の思いで決められる人生を歩んでるんだったらそれは幸せなんじゃないかなっていうもう生まれた瞬間からそういう家系でね例えば歌舞伎とかもそうだと思うんですけどほぼその道しかないというか、まあ、それをもうなんかもう周りから重圧でそのなんだ歌舞伎をやらないといけないみたいな感じ期待を背負ってこう生まれてくる人もいるわけじゃないですか。うん だからまあ僕なんかは自分でこう決められるのでうんでもほとんど9割の人はそういう人ではなく一般家庭に育ってると思うんで自分の人生っていうのは自分で決められるわけですから決められるのに決めてないっていうのはそれはもったいないんじゃないかなと思いますね決められるのに決めてないっていうでも決められない人は世の中にいるよと例えばもう一番分かりやすいのは天皇とかですよね天皇の家系に生まれたらもう もうガチガチですよね。これ多分めちゃくちゃガチガチだと思います、天皇の。ね、お金には確かに困、天皇にの一家に生まれたらお金に困ることは多分ほぼ100%はないと思いますけど、全部制限ですよ。全部制限ですね。制限の中で生きていくっていう、天皇としてっていうもう冠があってね、もう、なんかもう、もう制限の中で生きていくわけですよね。 だそれは幸せなのかっていうのはまあ体験してないので僕は分かんないですけど少なくても僕が言えるのはほとんどの人たちがそういうとこじゃなくて一般家庭に生まれてるわけでまあシェイクスピアの言う通り思いさえあれば決められるわけですよだから逆を言うとそれを決めてないっていうのは本当にもったいないなと思いますしうーん何だろうなうん 安倍さんなんかね、そうですよね、本当にその、多分なんかネットでなん,かなんか言われてるんですけど、一番叩かれた人、一番ネット上で叩かれた人は安倍さんらしいんですよ。<laughs> まあ、久保さんもなんかやってたみたいですけど。で、めちゃめちゃ日本トップレベルで叩かれて、で、叩かれてるのに街頭演説して、ね、皆さんの前でちゃんと気持ちを伝えるってね、街頭演説してね、で、殺されるっていうね。 これはなかなかファンキーっすよファ。ファンキーっていう言葉はね、大変失礼なことかもしれないですけど。うんなんか。だからまあ、うーん。すごく、あの、僕たちは幸せだなっていうのはね、すごく感じますよね。うん。そう。だからまあ、その本当はね、まあ,あの、その状況になってみないと分かんないですよね。だから山一証券の社長さんですか。 まあ僕はもうちっちゃい頃なんで、まあ、あの記者会見はなんか久保さんに言われて、まあ、ちょっとなんか印象あるかななんか見たことあるかなっていうぐらいなんですけどでもまあ実際僕も社長を経験してるので、まあ、すげえ気持ち分かりますよねうん,うんまあ涙したこともね何度かありますし会社でね うん、まあ本気でだ多分本気で仕事してない人って会社で泣けないと思うんですよ僕も泣きましたからね本気でやってるから本気でやってなかったらな泣,け泣けないですよ、うん、悔,悔しい涙とか出てこないですよ本気でやってないと僕本気でやってたから悔しい涙もあったしい,いろいろありました本当にあの丸刈りにして行ったこともありますしね、まあ、これも結構武勇伝なんですけどねあの 朝礼の時にね朝礼の時にあのまあ派閥がまあ会社の中で派閥が起こって会社の中で派閥が起こってでその派閥がもうすごいことになっちゃってで朝礼の時にまあおまあもう坊主にしてってでまあ派閥の代表格に出てきてもらってもうこれでちょっと一旦収めましょうとで殴ってくださいと僕がこれまとめきれてないのは僕の責任ですとで殴ってくださいと。 でもうそれでちゃんかもうなん当スクールウォーズがみたいですね <laughs> うん。だからそういうこともやってきましたからね。僕の責任ですっつって丸めて殴ってくださいみたいな <laughs>。 まあ思い出すでもねまあそういうふうに思い出せる深い深いというかまあ一生忘れない刻まれるようなその何ですかね深い思い出っていうかそういうことがあるのでまあずっと僕はお話しできるっていうのもあるんですけど今今まあその時はねめちゃくちゃつらかったですけど今はねそういう経験をまあシェアしたりとかねまあそういう経験があるからこそいろんなことを受け取れるようになったしうんまあ苦労はしたけど大変な思いもしたし。 もう自殺未遂というか自殺未遂まではいかないですけど自殺しようと思ったこともあるしうんもうほんと極限ですよね極限のストレスというかまあ少なくても自殺はできなかったけど手首にカッターを持ってったまではしてた,してたんでうんまあその社長さんのねその考えるとねまあ気持ちはね非常にまあ分かりますよね。 はい、いってらっしゃい。